はい、どうも徳さんです。本日はオープン戦、茨城県の強豪ワンショットさんとの一戦お届けします。スタメンはご覧の通り、本日はそれぞれの選手が使ってるグラブのメーカーを記載してみました。よっしゃ行こう。ちなみにこの試合の見どころ、海星人生で一番飛んだホームラン、これぞ元プロ高見の神盗塁、そしてマッスルカモシの今後二度と見られないぐらいの飛距離のホームランが飛び出ましたので、そちらを中心にどうぞ。さあ、改めてお相手は茨城県の強豪ワンショットさん、幾度となく対戦しておりますが本当に強いチームでございます。そんなあっぱれ、初回から動いていきます。先頭の高見、打ち損じがいいところに転がる、俊足生かして内野安打、なんか自慢げですね。さあ、すかさずこうなると仕掛けていきます。スタート、悠々せー。これね、ちょっと違うアングルでぜひ見てほしいんですけども、モーション動く前にもうスタートを切ってるという、もうこうなるとキャッチャーもお手上げなんですが、まさにこの辺りの読み、その盗塁っていうところではさすが元プロですよね。さあ、こうなると私はきっちりと黒子送りバントで三塁へと進めます。いい流れで3番の順がややこすったあたりも飛んだとこが良かった、支部ヒットで先制のタイムリー、3番の役割をしっかりと果たします。さあ、この流れで4番の海星、初球低めのストレート見送ってワンボール、2球目変化球が外れてツーボール、バッティングカウント、ここは打ちに行きますがしっかり海星止まってボール3。もう行っていいですよ、しっかりね、打ち損じだけなく狙い球行っていいぞ、ゾーン上げてポイントも、すると、ダーン、ダーン、ダーンと3ボールから思い切って振り切った打球はカメラマンも打球を見失う超打球、相手チームも笑顔で追走しているほどの打球でございました。海星三塁を回って悠々ホームイン、追加点となるツーランホームラン。これ別のアングルでこのスローモーション見てみると分かるんですが、まあ甘めに入った、まあ、ストライク取りに来るカウントですけどね。まあでもしかし打ち返す海星もお見事、距離測りましたがバックスクリーンも多分超えてるぐらいの飛距離を飛ばしておりました。さあ、続いてあっぱれの守備でございます。突然ですが皆さん覚えてますでしょうか、これは2020年の暮れ、プライドジャパンドリームカップの関東大会準決勝の様子、先発ピッチャーの兄貴が先頭バッターに対してこの打ち取った打球、レフトタジーが一歩目の判断を誤り頭を起こされてしまう、その後の打球処理もうまくいかずランナーは三塁も回る、なんと先頭打者をホームに返してしまったというプレーがあったり、さらにはセンターの田上、試合終盤このライナー性の打球、前にチャージをかけますが打球がイレギュラー、やってるっていう、これでランナー三塁というとんでもない大ピンチを招いた、そんな試合がございました。というわけでセンターの田上とレフトのタジーなんですが、実はこの球場にトラウマを持っていたんですね。さあ、そんな中先頭バッターで同じようなことが実は起きたんです。次のボール、あの時と全く同じ、しかし同じことは二度としない、正確な判断でキャッチ。さあ、一方田上にも同じ打球が襲います。これも高見冷静にキャッチということで、これね、同じ球場でしかも同じ人間に同じような打球が行くっていうすごい面白い現象が起きたんですが、まあ一度失敗したらね、二度目はしないという二人ですから、
やりませんでしたが、本当にこれもまた野球の不思議ですね。面白かったです。さあ続いて紹介するのはフィジカルモンスターカモシ。パワーゲージを表すとこんな感じでしょうか。もうパワーが突出しすぎてねあれなんですけども、本当に力自慢の男でございます。そんなカモシ、この逃げていくスライダー冷静に見送ります。すると次のボール、パン、マッソマッソーと浮いたスライダーを打ち抜くと、レフトを悠々越えていく長打球、俊足カモシ、走る走る走る、三塁を蹴って走る走る走る、カットでつないでくるもホームイン。まさにパワーを見せつけたこのホームラン、とても9番打者とは思えない打球でした。スローでご覧ください。これカモシってどっちかというとやっぱストレートに強いタイプだったんですが、スライダーうまく打ちましたね。測ると推定飛距離115m という、まあ、普通の球場でも入っているホームランでございました。ちなみに別アングルで見ていくと、カモシーのこの打球、驚いたのか否か審判も思わず打った瞬間打球を見ながらマスクを外すというちょっと面白い光景もありつつ、そんなような形でアッパレ打線が主導権を握っていきます。しかし相手も負けじと、この精度高いストレートで私徳さん見逃し三振。さらにジュン、この落差ある変化球で空振り三振。非常にねその後いいボールを集めて追加点を与えません。さあ一方ワンショットさんのピッチャーが交代しまして、門口選手ですね、先ほどまでキャッチャーをしていて二塁送球は最速 1.8 秒というキャッチャーとしても優秀なんですが、この門口選手フォークが抜群でした。まずは鴨下、ツーボールワンストライクからスライダーカットボールでカウントを整えると、このフォークボール空振り三振。これ本当ね野手ピッとは思えないぐらいなんですが、非常にいいとこ落ちてますよね。これはバッターも手が出てしまうボール。さあ続いて田上、門口投手ストレートも速い。さあカウントフルカウントからこのフォーク見逃し三振。こうボールになるのとストライクになるの両方操ってる印象がありました。続いて徳さん、この手元で動くカットボール、ほんと野手ピーとは思えないですね。非常にいいボールです。さあ追い込まれてからフォークが頭にある、止まる。さあカウントワンツーからもう一丁フォーク、思わず声が出ましたがちょっとね厳しい。ナイスボール。その後もあっぱれ打線、この門口投手のフォーク苦戦します。大勢も引っ掛けてセカンドゴロ。ただこのフォーク注意していこうっていう声が出てからは、タジがしっかりとフォアボールを選び、さらに一塁ランナータジスタート、盗塁成功。さらにミスが出る間に一気に三塁へ。タジね体でかいんですけども意外と走れるんですよね。さあこうなるとゾエがフォークケアしながらストレートしっかりセンターへと弾き返し、難敵門口投手から1点をもぎ取ります。ただこの1点が精一杯でしたね。ちなみにゾエが使っているバットですが Z のスプリンガー、新しいバットですね。結構ね気に入ってこの試合使ってたので、今後もスプリンガーの打球注目です。さあ一方ワンショット打線も黙ってない。この落ちる系のボールの配球だったので、高見が前チャージしたところ、打者が1枚も2枚も上手だった。センターを頭を越えてさらにジャックルしてる間に一気に三塁を陥れるスリーベースヒット。さらにさらに冒頭ね高見のプレーで紹介しましたが、このチャンスでシャープに振り抜くセンター前ヒットや、そしてこの川尻選手、おお
高見の抜いたボールですが、バットのヘッドは残っていた。強烈なライト線を破っていくツーベースヒットを放つなど、やはり強力打線、気が抜けないですね。さあ守備でもいい部分ありました。サード好プレー。これ同じサードだと分かるんです。詰まった強い打球、回転してないんですよ。本当にファインプレーです。よく取りました。というわけで、様々起こったこのオープン戦、2点リードで迎えた最終回、田上が投げてなんとか逃げ切ってゲームセット。いろいろ収穫課題たくさん見つかりました。対戦していただいたワンショットさん、ありがとうございました。またぜひよろしくお願いいたします。まもなく4月、エンジン全開で頑張ります。